今日は風があるね。いやー、梅雨でもちょっと苦しい感じしますね。天の声です。というわけで今回も一緒に飛んでるつもりで海の上を探検しましょう。自動離陸。離陸。よし、行くか。スポーツモードに変換。こんな強風でも一気に70キロ近くまで加速してくれます。さあ、どうだ。約70キロで水面を飛んでる気分はどうですか？ってほぼモーターボートですよね。というわけでもう少し高いところに上がってみることにします。すると鳥がいました。ん？それだけ？というわけで僕が代わりに。すごい数ですね。これは多分ウミネコだと思いますが、そろそろ冬の鳥カモメがやってくるシーズンです。くちばしが全部黄色いのがカモメ、そうじゃないのがウミネコの仲間。特別すると分かりやすいですよ。おお、やっぱり先頭にはスナメリたちがいましたね。きっと小魚を追いかけているんでしょう。鳥たちはスナメリが小魚を海面に押し上げたところを狙っているわけです。ただこの日は風と波のせいか表面にあまり小魚がいなくて、スナメリたちも海底に潜っていっては何かを取っているようでした。カモメたちもちょっと諦めたのか、あまりついてこなくなっちゃいました。でも1羽だけこのスナメリを追いかけているのがいるようです。なんとか魚取れるといいんですけどね。いない。久しぶりに現場の声を聞きました。左実はドローン、右がカモメなんですよ。一緒になってスナメリを探しているところです。どっちがカモメでどっちがドローンかわからないくらいですよね。スナメリたちは絶対鳥の仲間だと思っているでしょうね。人間だってスナメリのことをナミウオなんて呼んで白波と間違えちゃうぐらいですもんね。久しぶりに操作画面に切り替えますね。なんか言ってますよ。今日ね、風があるからね、水面に降りる速度がすごく遅い。ドローンはなんとか安定させようと必死に頑張ってくれています。それから僕らに安定した映像を送ろうと、被写体がぶれないようにジンバルという装置がフル活動しているはずです。今海中を一頭通り過ぎていきましたね。それを見て慌てて速度を上げました。波の中すごいスピードです。追いついて生殖突起を見せました。これはオス同士何かの合図にも使われているようです。この後なんと向きを変え、ドローンに向かってゆったりと波に乗りながら、どこれ楽しいよと言わんばかりに現れたのです。あれがそんな合図だったとは。それにしても2頭うまく尾びれを使って波に乗って遊んでいます。さっきまで急いでいたのとは大違いです。どんなに逃げてもドローンを追いかけてくるこの2頭、ひょっとしたらヨシオとカズオかもしれません。こんなこと信じられます？でもやっぱりいいな、海外出れるって最高。他にも2頭のお母さんが今年の子供を連れて仲良く一緒に泳いでる様子も確認できました。他にも今年妊娠した妊婦さんが大きくなってきたお腹を抱えてのんびりと休み休み泳ぐ様子も印象的でした。早く来年赤ちゃん見たいですね。今回は疾走するドローンの凄さも体験してもらいました。着陸。ではまた次回。